Peggy 12. はじめがアーケードのゲームからスタートしていて、フライトシミュレーターではなくてフライトシューティングとして敵を撃墜する気持ちよさ、まあ、そのアーケードライクなところが人気の秘訣なんじゃないかなと思っております。まあ、コンソールが変わったってことはできることが増えたってことになるんですけど、12年も空いているっていう現実もありますし、まあ、世代が変わっている新しい人たちにエースコンバットを初めて遊んでもらうって時に、我々が集中しなきゃいけない部分っていうのは、そのシステムの複雑化だったりとか、新規要素を増やすことではなく、今回は、レガシーな、シンプルでベーシックなエースコンバットの本来の楽しさ、戦闘機の楽しさで、それを使って遊べる環境の方を全部新プラットフォームの能力に割り振ったっていうことになります。今回のエースコンバット7スカイズアンノーンの大きなゲームの柱としては、キャンペーンモードとマルチプレイヤーモードの2つになります。この2つのモードがカスタマイズ要素で結びついています。どちらのモードを遊んでも MRP と呼ばれるゲーム内のポイントを入手することができ、そのポイントを使ってですね、機体ツリーというものをアンロックしていき、自分の機体やその機体をカスタマイズするパーツというものを入手することができます。オンライン対戦では仲間とチームを組んで対戦することもできますので、あらかじめチームの中で役割分担を決めて自分のカスタマイズする機体を変更したりですとか、チームと同じ色の機体で出撃したりですとか、対戦中にポストストールマニューバーと呼ばれる、特殊な挙動を、使うこともできますので、チームメイトと、あらかじめ、タイミングを合わせてポストストールマニューバーを披露すれば、エアショーなんかのように人に見せるプレーなんかを、オンライン対戦で披露することもできます。今作でも、フリーフライトモードとして、敵がいない状態で、いろんなマップを、遊覧飛行できるというものを用意しようと思っています。これはもちろん通常のキャンペーンモードに出てくる、マップ、でも可能ですし、今作に関しては VR モードでもフリーフライトモードを、搭載しようと考えています。今作は、エースコンバットシリーズをまだ遊んでない方に対しても手に取ってもらいたいと思い、非常に入りやすい内容で作った作品となっています。シリーズ今まで体験してなくても今作から始めても十分楽しめる内容ですので、ぜひ興味を持っていただきましたら、エースコンバット7スカイズアンノーンを手に取っていただきたいと思います。